はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日のね、歯医者の報告なんですけどもね、まあ途中でですね、先生がね、あれ全然あかんやんという言葉をね、口走ってしまってね、まあ患者側からしたらね、不安になるじゃないですか。でもまあすかさずね、もうちょっとだけやるわ、これ取ってとね、またボソボソっとね言ったんですよ。というのがあった昨日の歯医者はですね、まあ、本来の予約日やった日にね、まあ、うち子供の予定があったのでね、まあ、わざわざ変更してもらった日やったからね、まあ、あらかじめその受付からはですね、待ってもらえますけどとね言われてたので、僕はその日は何時間でも待つ勢いでね、歯科口腔外科へ向かっていきました。まあ、ほんでね、受付に着くなりですよ、待ち合いを見渡すとですね、患者さんの数がね、いつもより少なくてね、ひょっとしたらこれはそんなに待たなくてもいいかもしらんなっていう状態だったんです。でもまあね、それなりには待ったんですけどもね、それでもいつもよりもね、待ち時間がなくって、なんならいつもよりもね、早く呼ばれた感じでした。まあまだね、そのコロナ禍なのでね、予約の制限をしているのかしてですね、時間に余裕を持たせているからかもしれませんけどもね、まあ、できるんやったらいつもね、こんな感じでね、やってくれたらいいのになーってね、思ってしまいましたね。でそして呼ばれるなりですね、最初に診察台に座るなり、先生がですよ、今日はなんか気になるとこあります？いやまあそうっすね、痛いとことかないですか？いや特に今のところは、あれからは。ちなみにね、前やったとことかいけてます？はい、問題ないです。まあといった会話の途中でね、僕はですよ、そういえば左下の奥歯のね、治療をした歯が割れたよなって思ってたらですね、じゃあやっぱり左下のとこ見ときましょうかって、ついでに他のとこも見ときましょうってなって、椅子を倒されて、視診が始まりました。そしてね、相変わらずのね、口の乾きがね、すごい激しいので、軟膏を塗ってもらいながらね、小さなこの、鏡でね、こう一通り見てもらったらね、やっぱり先生はね、この左下ですねとね、決定づけていました。そして先生からね、ここの自分の歯が残ってなくてね、詰めて接着してるのがね、上に乗っかってるんですけども、それが残ってるんですよ。でこれ自体がですね、同じようなものをね、こう接着してね、歯を作るとなるとですね、馴染まなかったらすぐにまたここだけが割れたり取れたり、ポロっていったりしまったりするので、そうなったらまたね、この前やった右上奥歯みたいにですね、神経を抜いて穴を開けて、杭を刺して土台を作って、大きい銀歯をかぶしてといったね、その大掛かりなやり方になるのでね、今回はひっつけるタイプでしますけども、取れたらまたね、そのやり方でやるしかないんでね、はい、わかりましたといった感じでね、治療が始まっていったんです。でまずはね、その接着するための部分をね、この削っていって、汚れを取って、整地をしてね、消毒をしてからですよ、枠組みを添えてから、隙間に、ここの隙間にですね、レジンを流し込んでね、紫外線を当てて、でまたレジンを流し込んで紫外線を当ててっていうのを何度か繰り返してですね、次はね、この形をね、整えるためにね、ドリルでね、ガーって削っていくんですけど、その時に先生が、あれ全然あかんやん、もうちょっとやるわ、これを取ってしまって、全然固まってないやん、あー落ちた、まあいいわ、これで削るわでね、その先生の心の声が実際にね、溢れてきてまして、もういつもよりもね、長いことね、僕口を開けてるしね、まあ先生からしてもね、すごいイレギュラーなことやったやろうからね、まあ、僕もめっちゃ疲れるしね、しかもその水が出るドリルをね、こう使って削るからね、助手さんが僕の口の中に吸引器を入れ忘れてて、イレギュラーなことやったからね、入れ忘れてて、水が喉にこう溜まるしね、すごい大変やったんです。ほんでその助手さんもですね、心配でこう覗き込んでるからね、こうやってね、もう距離がすごい近くてですね、僕の肩にね、その助手さんの足がね、バーって当たっててね、すごい気分はね、良くなかったです。でそれがね、まあ、いつものね、美人歯科衛生士だったらね、まだしもですよ、
まあ、男やったからね今回はね、でだいぶ焦ってる顔をしてたからね、もう早く終わってくれってね感じでした。もう何回も固まるまでにね紫外線を当て続けてね、まあ、気づいたらまあ関係なくはないんでしょうけども、この関わってない人たちまでがブワーって集まってきてたのでね、もう見上げたらねもう顔だらけだったんですよ。そんな状態やからね、ここめっちゃこっちも焦ったね。まあ別に取り乱しはしませんでしたけどもね、なんかこう一気にね疲れました。でほんでね終わってからね、先生からまたね、まあ、どこか通いそうな歯医者さん見つかりました、なかったらねその丸々市役所の近くにあるところをねこう紹介できますので、そこやったらすぐに紹介状かけますけどって言うんですけどもね、先生はね前回にそこの歯医者のパンフレットをね渡してくれるって言ってたのに渡してもらえなかったからね、名前も知らんしね探せなかったままでして、もうだからね僕はね家の近くにある歯医者さんには問い合わせましたって言ったんですけどもね、どうも先生はねそこの歯医者をこう押してくるんで、あ帰りしなりねそこ通り道だからね見て帰りますわって言ってね話をねスパッと切ってやりましたわ。でもまあ行くとしたらねそこには行かずにですね、もっと家の近くのところに行くつもりなのでね、先生にちょっと悪いんですけどもね、まあそうさせてもらいます。でも歯医者さんがねこっから変わってもですね、あの白血病に関してのねあの内科に行ってるところはねずっとそこの病院のね内科のままみたいなので、あのね口の中の状態が悪化したらまた多分ここのね歯科口腔外科にね来ると思います。でまあこんなことを言ってますけどもね、まだねその他の歯医者がね決まったわけじゃないので、まあ次回のね歯医者までに行きたいところにしっかり問い合わせをしてね紹介状を書いてもらえるようにねしておきます。まあ、そんな感じでね昨日の歯医者さんはね、先生がレジンを固めるのが甘かったというお話でございました。だからねまあ一応ねあの甘かったんですけど固まったんで一応治療は進んでおります。だからまあやっとね体も回復してきて、あの他の歯医者さんでもね見てもらえる状態の体になってるんでね、まあ良かったかなと思っております。まあ、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。